ッカーを使って、お昼ご飯をちょっと早い、11時5分前、10時55分ですね。はい、新しく買ったね、このクッカーでランチを作っていきたいと思います。ダイソーのメスティン、油脂メスティンですね、と、固形燃料。今日はこれでご飯を炊いていきます。メスティンの中にはカトラリーですね、スプーン、フォーク、その他の調理器具を入れてます。で、ガスと、何だっけ、名前忘れた、フォルダーカップやったかな、とお皿と、これがこの度新しく新調したエバニューのフライパンになってます。16センチを買いました。ここね、つまんで、よいしょ、絵がピンクで可愛いでしょ、この取っ手が。16センチ、ちょうどいい量、ちょうどいい大きさです。あとね、ここ高さがあるから、結構これでラーメンもできるらしい。素材はアルミでできていて、チタン加工されてます。これですね、雑誌の付録で友達にもらったコロンビアと外の、コラボした、なんて言ったらいいのかな、グリル、なんて言ったらいいのかな、これね、組み立てます。焚き火台かな、はい、こんな感じで組み立ちました。これでね、ここに固形燃料を置いてメスティンでご飯を炊きます。で、アルミホイル巻いてます、念のためね。燃料便利でいいですよね。なんかこれが消えるまでほっといたらご飯炊けるんで、メスティン1号めっちゃ楽です。今日使う食材をジップロックに一つにまとめてきました。調合したスパイスと、こんにちは調合したスパイスとココナッツミルク。お米はこのジャスミンライスを使います。ジャスミンライス大好きです。すごいいい香りしますよね。で、これは家で洗って水切りしてそのままつけたものなので、吸水は完了してます。これもそのままジャーってメスティに入れるだけです。Yeah, now I know the time.
Thank you.